さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、これね、謎の黒い液体が入ってるやつなんですけど、これでダルゴナコーヒーを作りたいということで、ちょっと前に一回挑戦したんだけど、なんかめっちゃ緩くなっちゃって、多分これ違うよなってのしかできなかったんですよ。だから今回は絶対にあのふわふわの泡、牛乳にのせても絶対に消えないようなモコモコの泡を作って、ちゃんとしたダルゴナコーヒーを飲んでみたいと思います。今回はですね、ちょっとこちらこの間ゲットさせていただいたリュウジ君に応援していただきながらやっていきたいと思います。もうじゃあ振ってくよ。ちなみにこの中には砂糖、インスタントコーヒー、お水の3種類が入ってるんですけど、それだけでできます。大さじ1杯ずつって書いてあったんですけど、まあ目分量で入れました。振ってきます。割とさ、ちょっとだけ振っただけでも結構泡立つわ。たださ、これさ、ちょっと失敗した点があって、これ特茶のペットボトルなんだけど、さっきまで特茶これで飲んでて、洗ってからね、これ作ろうと思ったんだけど、動画を撮らなきゃって焦りすぎて、ちょっと特茶風味のダルゴナコーヒーになる気がする。あ、どんぐらい振るかっていう時間を計ろうと思ったの。今多分30秒くらい振ったんですけれども、今からどのくらいで完成するのか見ていきたいと思います。スタート。よし。これどんくらいで出来上がりなんだろう。30秒経過。前はこう一人でやってるからあれだけど、お友達とかとやったら楽しいよね。とかお子さんとか。でもね、もうね、色がね、ほらコーヒー牛乳みたいな色になってきた。で、音も液体っていうよりかは泡っぽい音になってきた。1分。これ、これか、二の腕細くなりますように。2分。そろそろちょっと見てみるわ。ストップ。うわ、なんかいい感じ。もうちょいかな、もうちょいな気がする。もうちょいやる。このタイマーで3分だから3分半くらいやってみたいと思います。3、2、1。よいしょ。3分半くらいやると音がこういう感じになります。いけるかな。ちょっと入れてみます。いくよ。あ、いいんじゃない。いい。これ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 。あ、もうちょっと硬くてもよかったかもしれないけど、超いい感じの泡。ほら、いい。泡立て器とかね、洗う時間とかめっちゃめんどくさいから、こういう感じでペットボトルでやるのがおすすめかも。やっぱりもう、もう沈んじゃっとるわ。やばい、ね、一緒に食べようと思って、なんかタルゴナコーヒーってカルメ焼きらしいんだけど、韓国のカルメ焼きなんだって。だからこのカルメ焼きを駄菓子屋さんで買ってきたから、これと一緒に食べたいと思います。だからね、ちょっと苦めにしといた。砂糖をね、インスタントコーヒーの3分の1くらいにしといた。お皿もね、ファンクラブの継続特典かなのお皿を召喚しました。ちょっとリュウジ君入れて撮ろう写真。インスタ載せるので見てください。というわけで出来上がりました。写真撮影をしていたら結構こうコーヒー混じりになっちゃったな。やっぱりもうちょっと必要だったのか、私の水の量が多かったっていう、まあ二択だと思うんですけども、早速飲んでみたいと思います。やっぱ目分量じゃなくてね、測ってやるのは大事だと思う。ちょっと泡だけいただきます。苦くて焦る。自分で苦めに作ったとはいえ苦い。でもちゃんとこの牛乳と飲むと超美味しいわ。普通のカフェオレよりこの泡の感じがすごくふわふわなので、なんて言うんだろう、口に入った時のふわふわ加減が全然違うから超美味しい。ちょっと軽め焼きいただきます。うん、いいわ。超甘いのと割と苦いので超合う。前もハッシュタグおうちカフェみたいなのやりたかったんだよね。だからちょっと今回挑戦してみたんですけど、韓国の人って天才だよね。ほんと映えかつ美味しいのもさ、次々に編み出してくるじゃん。カフェオレになっちゃった。ちょっと失敗だったけど、次はちゃんとできそう。なので皆さんは絶対分量を目分量にせずにペットボトル入れてみてください。振る時間はそんなに3分くらいで大丈夫だと思う。糖分摂取しとる。最近、まあ1、2ヶ月前ぐらいから運動をしてるって言ったじゃないですか。なんか歩いたり走ったり、エアロバイクバイク漕いだり筋トレしたりしてるって言ったんですけども、最近梅雨でウォーキングとかランニングがしにくくなって
ってバイクをほとんどやってる日々なんですけど、なんかそもそもの基礎代謝っていうのかな、普通に生きてるだけで消費するカロリーとかが多分少し上がったんだと思うんだけど、結構食べても体重がね増えなくなったの。だからねちょっとそれはねやってよかったなってすごい思う。もっと食べる量とかを制限していけばこうカクカク落ちていくと思うんだけど、今免疫力がただでさえさすぐ風邪ひいちゃう人間だから、あんまり食事をがっつり減らすとかをやりたくなくて、体作りみたいな感じでやってるんだけど、それがね超嬉しい。そういや今日リュウジ君に見つめられてて気づいたけど、そういや今日ジェネのライブオンラインだね、2日目のセカンドからさ Twitter に回ってくるレポとかがポジティブなものが増えた気がする。ドーベルとかズーム5分しかなかったとか言ってたし、 GS さんがアンコールをやってくれたんだって。ドーベル見たいなーってすごい思ってる。今迷っちゃうよね、夏ってなんかすっごいドーベルマンインフィニティ聞きたくなる。ガガ様とかめっちゃ好きだ。あとドパリ、ドパリなんてリリースされてから行ったカラオケ全部で歌ってるもん。あかねがさ、そうカズキくん好きでドーベルのファンクラブとかも入っててずっと行ってたんだけど、幕張のライブかなで自爆で最前のど真ん中撮ってたの。そんな人いるんだと思ってビビった。喜びようがすごかった。ハイローライブのスペシャルゲストが出てきた時ぐらいしか見たことないんだけど、ドーベルだけの2時間とかを体験してみたい。痩せそう、ドーベルダイエットみたいな。というわけで飲め終わったんですが、カルメ焼きはねやっぱり砂糖食べてるみたいなぐらいの勢いなので半分くらいしか食べられなかったので、これラップして後で食べたいと思います。ペットボトルで超簡単にタルゴナコーヒーが体験できるので、まだやったことないなーって人はぜひぜひやってみてほしいなと思います。まあ多分分量をちゃんと測らなかったから若干缶コーヒー輸入になっちゃったんだけど、やっぱり泡なのですごく飲みやすいというか、食感って言っていいのかながすごく楽しかったので、やったことない方はやってみてください。ぜひぜひ私のチャンネル登録もよろしくお願いします。それではチョコバナナでした。バイバーイ。撮っちゃった。